番でした。もちこです。はい、今回はですね、今年購入した冬服だったり冬のアイテムを紹介していきたいと思います。今回購入したのはまずこちら、ちょっともう開けてしまったんですが、ゾゾタウンで服だったり冬のアイテムを何点か買ったのと、あとはですね、こちら、これはもう金曜、木曜とかだったかなに、金曜、もう曜日で言っても分かんないから買ったばかりでほやほやなんですけど、アルシーブで今年着る、ちょっとメインで着ることになるかなっていうふうには思ってるコートを紹介し、購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。こちらのゾゾタウンに関してはもう購入してから1ヶ月以上結構経ってしまってて、もうね、何回も着てるアイテムとかになっちゃうんですけど、まあそういったアイテムの使用感も含め、レビューも含め紹介していけるかなと思います。はい、ではまずゾゾタウンで購入したものから紹介していきたいと思います。まず1点目なんですけど、もうすでに私が着てるこちらの黒のですね、ボトルネックのニットになります。こちらはですね、 RPS というショップ、ブランドで購入しました。ごめんなさい、これはね、もう何回もちょっとすでに着てるのでタグを切ってしまったんですけど、価格が確か1790円とかそんな感じだったと思うんですよね。黒のニットっていうことで本当にいろんな服と合わせやすいなっていうのと、着心地もね、まあそんな悪くないです。でもまあ強いて言うのであれば、若干チクチクはするんですけど、でもまあ、値段が値段のだけにね、すごい安いので、これだけデザイン性も良くてあったかいのであればしょうがないかなというふうには思います。はい、続いて紹介するのがこちらです。ごめんなさい、後でちゃんと着用の映像を全身でお見せするんですが、こちらはですね、よく見るとチェックの柄になってて、ふわっとするタイプの A ラインの、ロングスカートで、あと若干ウエスト部分はハイウエストになっております。背面が結構ゴムになっているので、まあ、どんな体型の人でも着やすいかなとは思いますね。こちらのスカートはセスというショップ、ブランドになるんですかね、で、購入いたしました。でこちらもですね、本当非常に値段が安くって、1900円くらいで本当にお手頃価格でした。確かちょっと多分セールかなんかで安くなってて、その値段だったような気がします。でどうしてこのスカートを購入したかというと、去年購入したレディーアゼルのワンショルダーの緑のニット、シャギーのニットがあって、でそれをすごい一目惚れして購入したんですけど、去年、ただ合わせるのがすごい難しくて、結構丈がね、そのニットの丈が短いから、下のものをハイウエストのパンツであったりハイウエストのスカートのものじゃないとちょっと合わせにくいなっていう風に思って、こちらを購入するに至りました。続いて紹介するのがこちらです。スニーカーブーツですね。こちらも先ほどのスカートと同じセスというブランドで購入しました。すごい安くて、値段が3000円いかないくらいですね。ちょっとこちらもごめんなさい、今正確な価格がわからないんですけど、私冬のファッションに関して本当にすごい一つ悩みがあって、私はスニーカーが本当に大好きなんですね。なんですけど、まあ、住んでるのが北海道なので雪が降るということで、冬になるとスニーカーが履けなくなるんですよ、どうしても。これが、まあ、ブーツの役割もしてくれて、見た目はスニーカーそのものって感じなので、もしかしたら冬でもその自分がしたいコーディネート、着たい服装ができるんじゃないかなっていう風な期待があって購入しました。であとサイズがね、これが38っていうサイズだったんですよ。私が普段 24.5 から25とかを履いてるんですけど、ですごいちょうど良かったです。厚手の靴下とか履いても全然履けるくらいの感じで、薄い靴下
を履いてるからといって特にこうブカブカするっていうわけでもなく、結構ちゃんとフィットしてくれるような感じでした。はい、そして次に紹介するのがこちらです。ストール、マフラーストールみたいなものですかね。ゾゾタウン上で、まあ、ウィゴーで購入しました。カシミヤタッチストールで、結構本当にすごい価格は安いんですけど、カシミヤタッチみたいな本当に手触りは、カシミヤって言うとちょっと大げさですけど、そこまですごいいいわけじゃないですけど、でも本当に安い割にはすごい手触りがいいかなというふうに感じました。これがですね、多分去年のものだと思うんですよね。なので値段がすごい安くなってて、700円くらいで購入できました。結構掘り出し物とかねあったりするので、去年の売れ残りとか、ぜひ安く手に入れたいっていう人はチェックしてみてください。以上が ZOZO タウンで購入したものの紹介でした。で、続きまして今年購入したコートですね、アルシーブで購入したんですけど、そちらを紹介したいと思います。こちらがですね、今年購入したアルシーブのノーカラーコート。カラーっていうのは襟で、襟がないのでノーカラーですね。ノーカラーコートです。これね、どこがすごい気に入ったかっていうと、まず丈感、あとでちゃんと全身の映像をお見せするのでちょっと待っていただきたいんですけど、丈感が本当に気に入りました。私身長が167センチで、やっぱ女性にしては高い方なんですね、身長が。すねくらいまで行くようなロングのコートっていうのがなかなかないんですよ。ようやく見つけたっていう感じでしたね。こういうね、パチパチ式のボタンが3つついていて、あと気になる素材なんですけど、やっぱコートっていうのはもう素材が本当に重要で、なんとこちらのコートはですね、ウールが 70% も入ってるんですよ。もうね、最高ですね、本当に。ウールが 70% 入ってれば安心です。定価が税抜き1万5000円なんですよ。普通の価格が1万5000円ですよ。で、それでウールが 70% 入ってるってめちゃくちゃ安いと思うんですよね、本当に。なかなかないと思います、これだけウールが入ってて、この価格っていうのは。はい、ということで今回は今年購入した冬服品や冬のアイテムを紹介しました。皆さんの冬服探しの、まあ、参考になればいいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、したっけね。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。インスタグラムとツイッターもやってますので、フォローしてくれると嬉しいです。